そもそもねあの一番根本のところからいくと、えー、アドラー心理学ではあの価値相対主義アドラー心理学は価値相対主義という立場を取ってますで価値相対主義って何かって言ったらなんか絶対的な価値があるんじゃなくていろんな価値観っていうのがねどれもそれぞれに素晴らしいしその間に優劣はありませんという考え方です。 でだから何を大切にしててもいいし、ね、どんな人生が優れてるとか優れてないっていうのはありませんとありません。で、えー、使用の心理学でだからねなんか持ってるものそれはまあ肉体であれ、ね、経験であれ思いであれ技術であれでそういうものを使ってね なんか自分がいいと思うものに向かってどうやって生きていくかっていうことが大切なんですよっていう基本的な考え方があるだから尺子定義になんか人間の成長とはこれだとか成功とはこれだとか幸せとはこれだとかっていうことは決めませんと幸せは人の数だけあっていいしでそれ自体がいいんだよっていうことなんですよでえっとアドラー自体がちょっと明確にこういう言い方してるかどうかなんかまあしている時もあったかもしれないけどちょっと私はよく分かってないけどあのー 多様性ってていいうものにに非常に価値を置いてるんですよアドラー心理学はで多様であることっていうのが実はあのこの世の中を豊かにするとかそこからいろんな新しいものが生まれてくるんじゃないかっていうことでもあるしそれから違いはあっていいんだとあの比較優位っていう概念がありますけどでなんか別にみんなが同じことやらなくてそれぞれが得意なことをやりながらそれで 貿易なんかそうだよねみんなが同じものを作る必要なくてそこの場で作りやすいとかね得意なものを作って交換するっていうことをやればいいんだよとだからみんなが同じことをやらなくていいですっていう考え方が別にあります。だから人間に正しい正しくないはないでもって生まれたものも違う、ね、でそれぞれが大切だと思うものに対して持って生まれたものを使って生きていく。 で人間は社会的動物で協力していかなくちゃいけないわけですからそういう意味では全部自分でやろうとせずに得意で貢献するということをやるのがみんなにとっても個人にとっても幸せじゃないかっていうのが一応大元にある考え方です。でだからそこから「あの個人の幸せでいいんだよ」とか「個人の価値観でいいんだよ」とかね「で、助け合ったらいいじゃん」ね。で共同体感覚が持てるようになったら自分らしく人と協力しながら世の中も良くなるよっていうベースがあるわけよ。 だから個々人がその自己実現していくこと自己実現っていうのはどんどん自分になっていくことね自己実現してない自分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 ,い自分はいここでしました終わりじゃないんですよ自己実現っていうのは北極星向かって歩いていくみたいなもんでどっかで北極星にたどり着くことはないんですよでもどんどん北に行くってことなので,で死ぬまでにたどり着けるところまでとにかく自分のありたい姿とかね大切なものを追求していくでそうして得たものっていうのをこのシェアしていくとか ね、でそうやって生き方をそのお互いに勇気づけていくっていうことが人類の幸せにつながるんじゃないのとかこの地球上で我々人類が生きていく上で大切な考え方じゃないのっていうのが一番ベースにあるわけでだから我々はクライアントを見た時に、ね、この人の担当は何だろうと、ね、この人は何を思ってて、ね、何をやりたがってるんだろうかとね でそのことを明らかにして本人がそこに向かって進んでいけるように勇気づけをするサポートするっていうのがコーチの仕事でありそして他ならぬコーチも自分も何かの役割を持った一員なわけで特性特質ね価値観ねで特別な経験を持って思いを持った一員なわけでだから自分も自分の道に進んでいくとだからなんか結城さんなんかが使ったりする、ね、例え話で言うと、ね「なんかドラゴンクエスト」みたいなのでみんな勇者ですとでそれぞれのゴールに向かって、ね、あの動いてるわけなんだけどね で勇者同士がちょっと酒場ででも話してでお互いのなんか目標聞いたりとかねなんか経験シェアしたりとかなんかしながらねでお互い勇気づけあってよしなんかいける気がすると思ってまた翌日ね旅立っていくっていうのがあのコーチングみたいなものなんだ,だから自分もチャレンジしてるチャレンジャーであると相手も、ね、ということが一番ベースにありますだからなんですよ課題の分離ね先ほども言ってくれたけど自分のことは自分のこと人は違う仕事だからねでみんな違う人になろうとしてるわけだからね 自分の部下は今ここの会社でミッションを持ってますけどゴールはは自分とは違うんですよ。ね、違うゴールを持ってる人間が同じこの共同体の中で共同体のなんか共通の目標に対して今、ね、ゴールを設定してるっていうだけでその先にある目的っていうのはみんな違うんですよ。でこういう世界観になるということですよ。 だからコーチングしていくときに本当はどうなりたいの何があなたらしさなのっていう問いかけがあった上でじゃあ今の場所で何をどんなふうにやるっていうことがあなたにとってもいいことであなたの共同体にとってもいいことなのかやっぱ共同体とウィンウィンであるっていうことが重要であるっていうふうに我々は考えてるわけだから、ね、そういうアプローチになるってことなんですよ。で答えは本人にしか分かんないわけだから本人に聞きましょうってなるわけだからアドラー心理学からは必然的にコーチングが生まれちゃうんですよ。 だから我々こそ本流 <laughs> とか言うとほかが暴流みたいになっちゃうからあれなんだけどねでここからやっぱコーチングが生まれてるっていうことなわけで私はよくね嫌われる勇気の話しながら嫌われる勇気から皆さん抽出してほしいメッセージはね所属を得るとかね所属感を持つっていうこととそれから自分自身であるっていうことが、ね、この二大欲求であって我々のねでどっちも大切だからどっちも満たしてとただし順番が大切ですよっていうわけ。 所属のことばっかり考えてると結局周りに気使って自分が何だか分かんなくなっちゃうねでも我々には恐怖心があるとなんか自分のことばっかり言ってたら所属から外されちゃうんじゃないかと思うとでそこを変えるんだよとそうじゃなくてね勇気を持ってだから嫌われる勇気なんですよ勇気を持って一回自分のこと大切にしよう自分の思いに気が付こうで少しでもいいから自分のやりたいことをやらせてあげよういい状態になろうそして周りの人にもはいあなたもそうしてみたらどうですかとその方が楽しいんじゃないのと言ってみましょうと。 そうするると反論が出てくるみんながそんなふうにやったら組織がまとまらないとかね結果が出ないとか違うんですよ。自分らしく生きてる人が共通のミッションを設定してそこに向かって協力するっていうことをやろうぜと。なんで組織から飛び出すか組織の奴隷になるかあの二択しかないのと <laughs> 変だよと、ね、で自分らしくやったら組織が崩壊するって本当なの本当なのどうしてなのっていうことなんですよ。でそそうううじゃないい道を探そうっていうのがね いうのがあのがアドラー心理学の考え方で,でちなみに共通の課題っていうのはすごく重要であのクライアントが持ってくる問題は本来クライアントの問題であって我々はそんなことにおせっかいにコーチングをするような立場ではないんですよ。だから我々ができるのは本来は勇気けけだけなんですよクライアントが自分らしく生きていくとか自分がやりたいことをやってみるやったことから学ぶ学んだことを次に生かすっていうことを促進していくことしか我々は基本的にできない。 それはなんか市民としてとかね仲間としてね我々がやりたいことだしやっていいことなわけよでもなんか合わせ構成とかね俺が一緒に考えちゃうとかね整理しちゃうっていうのは変なんだよ頼まれなければやらなくていい仕事なんだそれはそれも含めて本人の課題だからだからコーチングでは相手のことをクライアントと言うんだよクライアントっていうのは依頼者だからね依頼してくる人相手が主体なんだ だからアドラー心理学的に言うと押しかけコーチングはしないんだ勇気づけはいつもしているで頼られたら全力で力になろうとするだけど無理やり相手をどうこうしようは基本的にないんだでただ共通の課題がある,あるのに本人が好き勝手やってたとか協力してくれないとかがあったらその場合はコーチとしてじゃなくてね 仲間としてとか家族としてねなんか一緒にちょっとこういうことを手伝ってもらいたいんだこういう理由でとかね一緒にこういうふうに取り組みたいんだって言って共通の課題にしていくべきだし、ね、子供がお父さんお母さんに何か助けてもらいたいみたいなのも本来は自分でやった方がいいんだけどでも自分はこういう理由でできないとかっていうのがあったらねこういうふうに手伝ってもらいたいとか協力してもらいたいって言って共通の課題共同の課題として一緒に取り組んでいけばいいってことなんですよ。ね、でコーチンングの場合はクライアントが 相談に乗ってほしいと一緒に考えてほしいって言ってねその時間ね基本的にはその時間限定でねよしじゃあ一緒に考えましょうっていうのを協力するってことなんですよ。で、えっと、ここには書いてないんですけどその時アドラー心理学で大切にしているのがね相相互互尊敬相互信頼ねで共通の目標で 協やっていうことね。で、人と何か一緒にやる時は相互尊敬相互信頼共通の目標そしても、ね、そこに向かって協力していくっていうことが大切で,でこれもアドラ心理学だけの特徴ではないけれどもそういうことを大切にしないコーチもいるわけこっちが課題設定してやりますとねあなたの課題はこれですとねでこっちが上でこっちが、ね、相手が下で教えてやりますとね。 正してやりますとでそういう世界観のクライアントもいるわけ、ね、教えてほしい助けてほしいねともにね指導してほしいとかいう <laughs> クライアントいるよね, <laughs> ねもう叱られスナックでも行ってくださいっていう気持ちになるけど <laughs> なんかねよくわかんないけどまあそういうクライアントもいるねでアドラー心理学は相互尊敬相互信頼で尊敬っていうのは相手を尊敬するってことだからね で我々はクライアントを尊敬しようとしてるかどうかを問われてるわけよアドラー心理学を使ってるっていうことはかけがえのない唯一無二の可能性の塊のこの人にしかできないことがあるそしてすでにいっぱいのリソースを持っている人としてこの人を見ましょうとでこの人は信頼できる人だとね話し合えるね分かり合える協力し合える人だというふうに相手を見ましょうと。 相互って書いてあるから相手もすべきっていうんじゃなくって最終的に相互尊敬信頼になったらいいんだけどこっちからやろうと相手がそうなるまでやろうとでそのことが何か主体的に協力するっていう部分を目覚めさせて育たせていくんじゃないかとアドラー心理学でコーチングやるってことはだから徹底して横の環境を取ろうとすることなんですよ。上にならない下にならなななららいい下 全然違う分野で全然違う経験して全然違う夢に向かってて全然違う苦しみ持ってて年齢も全然違ってもねっ幕府も全然違ってもそれぞれ唯一無二の価値のある自分の人生を生きようとしてる存在として対等にどっちが上でも下でもなく関わっていこうという関係性の中で何かを作っていこうとかそもそも人間ってそういう関係なんじゃねえのと。 で世の中ではそれが感じられない側面もあるけどコーチングの時間空間の中ではそこに戻ろうぜと。で誰とも上でも下でもない唯一無二の自分っていうものにクライアントに戻ってもらうこっちが下取ったら上になっちゃうだから偉そうなクライアントが来た時にしょうがねえなと思って下取ったらクライアントはずっといつもの上のパターンを続ける。 こっちが赤てられてでちょっと調子に乗って上になったらクライアントは下のコミュニケーションを取りながらそこでコーチングを受けるんでいいのってことなんですよ。だから我々は教えてください助けてくださいって言ってもそれはしない。大丈夫だできることがあるとも俺もアイディア出すけどあんたの中身ちゃんとあるからと俺はそれを知ってるから聞きたいんだと。アドラー心理学を使ってコーチングをやるとそこにステイしようと。 というかアドラー心理学を使って対話し勇気づけその人が自分の人生生きることを支援しようってなってたらコーチングになっちゃったって話なんですよ。